きのとうの酢味噌和えの作り方。材料、ふきのとう 100g、 味噌 25g、 砂糖大さじ1、酢大さじ1。鍋にたっぷりのお湯を沸かし、沸騰したらふきのとうを入れ、落とし蓋をして1分から2分茹でます。茹で終わったら、すぐに冷水につけ、冷やしながら30分くらいアク抜きをします。アク抜きが終わったら、ぎゅっと握って水気を切ります。茶色くなっている茎の部分を切り取り、一口大にします。調味料を混ぜ合わせて作った酢味噌に、ふきのとうを入れ、酢味噌を絡ませます。ふきのとうの酢味噌和えの完成です。